はい、横さん、はい、宮崎にやってまいりました。はい、もう地方に来たらルーティンです。はい、はい、まずはゴルフパートナーに遊びに来ると、はいはい、それはもう大体地方行くと必ず顔出しますね。はい、はい、ということで今日は、はい、宮崎平和大店に、宮崎平和大店、はい、お邪魔してまず物色してあります。はい、ちょっとね、左のゴルフ56度があったらそれ買いたい。ああ、なるほどね、はい、わわわ。あとはもう違ういろんなメイクをね探して、もうステルス2では出てる。すごい、ここは修理室がちゃんと してる。あ、本当だ。おお、いいね。やっぱまずそこから見るね。いいね。やっぱりね。ああ、修理ブースがあるね。いろいろドリルからなんから。これはいいね。うんうん、大事だね。ほいほい。で、ステルス2も出てるほらこれ。ああ、初じゃん。初、初、うん、俺初めて見るわ。初。どう？なんかちょっとアップライト。アップライト。アップライト。なんかさ、滑るとか言われたから多分ちょっと捕まりよくしてるような気がする。いや、なんかそうらしいですね。え？そうらしいですね。こうリーク情報を見ると。あ、本当。うん。でもこれ来角で捕まりやすくしてるってわけじゃないね。そうだね。でもね、面は前回より良くなってんのかな。まあ、捕まりよくしてるね、うん、まず顔としてはね、うん、でもステルス2のあれがないね、うん、いわゆるプラスっていうやつ、なんちゅうのほらこっちこっちカチャカチャがついてる方がないね。ああ、そうか、うん、フェアウェイウッドもね、だいぶ僕もお世話になってすごい飛んだよね。飛びましたね、うん。はこのね、ステルスの弾きだけはすごかった。なんかそう、ユーティリティみたいなアイアン、めちゃくちゃ面がいいやん。なんか 溝結構深いね。大丈夫かな。いい面してるね。いい面してる。え、ちょっと使いたいな。うん、これ結構いい面してる。かなりいい面してる。そうか、よいよい、ね、よいよい。なんかさ、うん、こうあれだね、うん、こう加盟店さんって感じだね、ちょっと。そうね、うん、こう特色が出てるっていうかさ、うん、そう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 。キャメロンがね、すごい多いのよ。キャメロンがすごい、そう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 、すごい多い。キャメロンパーティー、わかるよね、この直営か加盟店かっていうのが。うんだね、うんだね、うん、パターンもめっちゃある。あ、パラダイム、パラダイム、パラダイムあるよ、パラダイム。これ初めて見るんだ、これ。お、なんか面が良くなってる感じするで、これ。あれ、なんか少し面が良くなってると。あ、完全に面が良くなってる。うわ、こっちの方がもっといい。いや、深堀さんがいいっつってたから、うん、みんな変えてるよって言ってたね。ああ、やっぱりモデルチェンジのたびにやっぱりすぐバンと変えるっていうのは絶対いいよ。これ面が絶対良くなってると思う。届いたかな、声が。これ横田の声が届いた。あ、うん、それか。なんか種田かなちゃん、うん、この間挙げてたけど、うん、なんか優勝してたね、試合で。あ、本当？うん、なんか試合で優勝してて、すごいスコアで。ちっちゃな試合で。そう、え、パラダイム使って、パラダイムのトリプルダイヤじゃなくて普通のやつがいいってあげてた。あ、ほんと、うん、私は普通のやつでしたって、うん、いいね、いい。んあ、ロングレッグ、ロングレッグ、ロングレッグオデッセイ初代だね、初代。いくら
13,000円。やっぱ値下がりしないで取るみたいな。いや、値上がりしたよ。値上がりした？だって僕が知ってる時って大体7,500円の時代があったけど、うん、今もうそこまでさ、うんうん、これ初代のホワイトオットのツボラあるけどさ、本当だ、9,900円、9,900円になってるでしょ。それ程度いいけどね。これめちゃめちゃ綺麗だね。これうわ欲しい。使わないんだろうけど、うん、コレクションしたくなっちゃう。やっぱりあれだね、初代の価値上がったね。うん、短いな。これ何インチだ、32かな。そうだね、そんな感じ。寿司石垣って感じだけど。僕もこれ使ってた、中学。あ、本当。うん、高校生の頃。これね、うん、有村千恵ちゃんに貸してって言われて貸してね、うん、帰ってこないんだよね。そうなんだ。そう。言った方がいい。多分ね、うん、言ったんだけどね、借りたこと覚えてないっぽいんだよね。そうか。うん。じゃ返さなくていいから YouTube 出てっていうことで。あ。聞いてみようか。有村さんの関係者いたら。いや、まあまあ、まあ、同級生なんで普通に連絡しますけど。お、珍しい。ちょっと変な顔してるこれ、うん、曲がっちゃったんじゃないネック。いや、あ、でも性能的には大丈夫かな。あ、座りがなんかおかしいだけか。なんか珍しいこれなんだろう。ちょっとじゃあ見てみていい？うん、なんか違うでしょ、うん、あれ座りなのかね。なんか違うね。なんかこれ変わった。ここにさ、うんうんうん、F っていう刻印が入ってる。ちっちゃく。本当だ。なんだろうこれ。なんだろう。そう、見ちゃうよね。見ちゃうよね、そういうとこ。見ちゃうね。なんだろう。見えた？映った、うんうん、ほら F って書いてあるか何かちょっとわかんないね。 F っぽくない？うん、こっち向きの F かな。 F このオデスさこれ皆さんこうよく喋ってるんだけど、うん、ここに入ってるドットとかでね、わかる。その製造ラインとかがね、わかるようになってるんですよ。そうそうそう。これ藤田大さんに買ってってあげる、うん、これあボロい、あのボロいって言ってた初代に使ってたから初代がいいのよ。初代がいいの。やっぱり俺初代好きだもん。なんか知んないけど、ね、いや僕もですよ、うん、これはミケルソン、はい、和田さんに買ってってあげなくていいですかね。ああそうだね。うん、L 字コレクターの。いや、俺めっちゃいい顔してる。和田博さんに、うん、ちょっと、ね、やばいやばい、ここから進めない。ちょっと向こうにも行きましょう。行きましょう。やっぱ L 字いいな、L 字いいな、うん、L 字いいな。行こう。うん、ちょっと向こうにも、はい、もう全然ここで終わっちゃう、はい、行きましょう。はい、仕出し室もあるのいいですね。うん、お、左のアイアンならあるね、うん。左コーナー。あ、52度だ。さっきエフォートにも52のキャロウェイだけあったのよ。なんであれ？なんでないの？なんで52だけが放出されんの？なぜ？なぜでしょうね。すごい、これはな。いいんじゃないですか、別に
繊細なアプローチするわけじゃないから。逆に？うん、逆に。逆にか。でも高い。これに1万2000は出せん。かぶってるかぶってるの分かるのかな、左でも。ああ。なんとなく分かるんじゃねえかな。これかぶってないもん。ね、山崎先輩仕様の G30。石川遼君がさ、すごいいいこと言ってた。矢野東の動画で。俺と同じこと言ってた。なんて言ってた？やっぱり、うん、ね、バンカーなんて簡単ですってみんなに言ってたけど、いざ自分が左でバンカーやってみたら案外と難しかったって、うんうんうん、だ全く同じ感想でさ、うん、俺も同じこと、全く同じこと思ったことがあって、うん、他のショットはまあまあ打てるんだけど、バンカーに関してはバンカーに関しては開いてそのまま打っちゃいいっていうのはプロはそうなんだけど、アマチュアの人はそうじゃない、うんうん、だからそれの僕なりに掴んだコツを教えますっていう動画なんだけど、あれ見た方がいいです。りょうくん、うちのチャンネルにも出てくんないですかね。りょうくん、お願いします。あるね、やっぱりいいかな、これ12時5。うん、あ、いい顔してるよ。ちょっと見せて。ちょうどいいよ、なんかちょっと見せてよ。うわぁ、いい顔してるなぁ、うん、くぁ、いい顔してる。ね、欲しいなぁ、ね、いいよね。ちょっとバックガチャガチャしてない方がいいんじゃないですか、床にしてあげたら、うん、ちょうどいいよね、ロフトも立ちすぎてなくてね、うん、面がいい、面がアイアンだらけになっちゃうな、俺な。でもさ、やっぱりこういうのさ、うん、分かってる人が使うから、こうストレートグリップとかさ、うん、やっぱり結構こだわってるな、この人っていうのは分かるよね、うん、こんなん使わないじゃん、うん、ストレートグリップとか。スタンス理論もやってたのかな、この人。ちょっといいですか、うん、はいはい。いいアイアンあるな。何？これちょっと久しぶりに見たな、これ。おお。久保谷健一、うん、デン・ウィルソン。これ16,000。これいいね、うん。宮崎でこれからゴルフ始めようかなと思ってる若者の人たち、これ、うん、これでゴルフ始めたらいいよ、これ。これ。うん。やっぱりいいよね。この辺りでね、やっぱり、うん、運動製作所はでかくなったからね。お。秀光さん、うん、秀光さん、くー、 P70 これは結構昔、うん、そうでもないの、うん、でもそうでもない。いやでも古いっすよ。古いけど意外とロフト立ってますね。そうだね。やっぱこれ昔、この当時はちょっとあれだったのかな、ちょっと少しなんていうの、シニア層向けのアイアンだったのかな。まあでも本間はいっぱいね、いたからね。うるさいプロで、クラフトマンもこだわってたからね、昔のクラフトマンは。ゴルフ上がりの人はクラフトマンで多いから、うん、やっぱり今の若い選手たちはクラブがいいと思ってるからね、新しいクラブ、うんうん、いろんなテクノロジーが詰まってて、なんか結構いいクラブあるね。ある。これもこの辺りもさ、うん、久保谷とかさ、うん、この辺が調子良い時に使ってたキャロウェイでさ、うん、やっぱりめちゃくちゃいいよ。
ああ溝が9だよね、やっぱ溝が9だから多分これ今使えないけど、うん、ゴルフを覚えるんだったらいいよね、うん、やっぱ面は大事だね。ああこれ多分エンドだ。それも好きだよ、あのバーナー 2.0。 あこれね、うん、これもいい面してる、うん、やっぱこの間さ、かぶってるかぶってないやったけどさ、セミナーですね、うちのオンラインサロン、オンラインサロンで、うん、やっぱ嬉しかった、みんな分かってくれたから、うん、でゴルフ始めてまだ 1,2 年っていう人も分かってくれたじゃんね。え、うん、あの子将来有望だね、うん、有望だよ、もう結構これ全部見るの大変なぐらいいいね、品揃えが。テラニシモデル、テラニシモデルいい顔してんだこれ。テラニシモデルってわけじゃないけど、うん、テラニシさん使ってるでしょこれ、うん、テラニシさん選ぶやつやっぱいいよね。いい、やっぱテラニシさんってこうゴルフだけじゃなくてビリヤードもプロじゃん。あやっぱなんでそうやってこう分かるんだろうね、やっぱいろいろ。そうだな、うん、確かに回転とかね、うん、もののやっぱあれが長けてんだよね、空間認識能力、うんうん、俺が最近好きなマジェスティ、マジェスティ頼んだ、アイアン、アイアン来た、うん、打つの楽しみなんだけど、一個問題が来角が 0.5 の間しか曲げられない。めちゃくちゃいい球出たから、あれをシャフト変えてちゃんといい球出るのか結構楽しみなの。X100 でちゃんと出るのか。そう、はい、まあ、こんな感じかな、うん、ちょっとゴルフの左はなかったです。なかったけど、ここ地方のゴルフパートナーってやっぱ行くと、うん、やっぱ何かしら発見あったりとか。そう、ね、いいよね。そうね、で絶対旅行のついでにゴルフパートナーもね、いいと思う。絶対これ皆さんもルーティンにされた方がいいよな、うん、2022年秋、あ、もう去年の秋か、秋に出たんだクラブ、うん、マーク2ね、マーク2、はい、マーク2、あの年末お買い物企画でちょっとだけ触れてます。あ、そっかそっか。ということで、はい、はい、ということで、お買い物、はい、ちょっと僕ゆっくり見たいです、カメラ止めて。そうですね、はい、ということでぜひ皆さんも、はい、宮崎ゴルフに来たときは、はい、ゴルフパートナーもぜひ寄ってみてください。はい、はい、宮崎、平和台店からお送りいたしました。はい、はい。